じさま、その左目は？ああ、これか。こいつはただの義眼だ。やかましくなくて、せいせいしてるよ。そうですか。ねえ、おじさま、釣り糸とガム持ってませんか？まさかお前、さい銭泥棒でもするつもりじゃん。釣り糸につけたガムで取り出そうと思っただけです。お前、なんか別の病を患ってないか。おじさま、さっきからずっとしめ縄のこと見てますけど、もしかしてしめ縄が好きなんですか？いや、別に。立て直したんだよ。え？え？どうしたんですか？いや、なんか声が聞こえてきたような気がして。エリス、あの石碑なんて書いてあるかわかるか？ワイヤレスイヤホンを使ってスマホで音楽を聴くときは、イヤホンがちゃんと認識されてるかどうか確認してから再生ボタンを押そうって書いてありますね。絶対書いてないよな。なんだよそれ。みずきちゃんから教わった盗難犬です。狛犬って源流を遡っていくとエジプトのスフィンクスにたどり着くんですって。それがインドに流れて中国を経由して日本に伝わったそうなんです。おお、そうだったのか。なんですけど、みずきちゃんと一緒に神社に行ったら、みずきちゃんいきなり手水舎のお水でペチョペチョとおへそを洗い始めたんです。なんかここはおへそを清めるところだよって誰かに教わったみたいで。そうか。手術うまくいってよかったな。はい、ナノマシンが私の頭の中に潜り込んできてビビビビビーって悪い腫瘍を退治してくれたんです。あ、ビビビーなのかチュルチュルチュルなのかギルギルギルなのかはよくわからないですけど、とにかくそれで今はもうすっかり、お医者さんからはダンスもしていいって。そいつは何よりだ。すべてボスさんのおかげです。ナノマシンの治療費出してくれたのはボスさんですから。木の実を食べたような気がするんです。どこか夢の中で。
もしもそれが本当なら、今のお前は不老不死ってことになるな。50年後のお楽しみです。だってここは思い出の場所だから、もう一度おじさまと一緒に来たかったんです。せっせっせーのよいよいよい、神社の神主さんがみかんの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽん。やったー、勝った勝った。そういえばあの質問の答えまだ聞いてませんでしたね。質問？からの良き知らせはいつ届くのかな。おじさまがパパに変わるのはいつなんだろうってこと。私にとっては今の姿の方が馴染み深いんです。あの頃のおじさまに戻ったっていうか。それに正直顔なんてどうでもいいし、どんな姿になってもおじさまはおじさま。人間の価値を決めるのは見た目ではなく心でしょ。そんなにひどいか、俺の見た目。今のおじさまも渋くて素敵ですよ。さてと、そろそろ行きましょうか。ああ、これから隊員の挨拶回りに行くんだったな。それからもう一つ目的があります。イクラマンふとし。なら帰る。嘘ですよ、冗談冗談。もう一つの目的っていうのはデートの続きのことです。3ヶ月前のデートまだ終わったわけじゃないですから。さあ行きましょう。それにしても本当に良かったわよね、無事に退院できて。ボスさんのおかげです、ありがとうございます。うわ、あんまり仲良くないのにナイルでグループに誘ってくるやつマジうめえわ。あの旗、何ですか？知らないの？来年から日本の国旗はあれになるのよ。そうなんだ。イリス知ってた？伊達くんの前世はサッカーボールなんだって。だから私に蹴られると喜ぶのね。喜ばねえよ。バレーは谷、ボールは玉。だからバレーボールは日本語にすると谷玉って意味になるのよね。なんだかいやらしいと思わない？嘘を教えるな。谷のバレーは VALLEY、 バレーボールのバレーは VOLLEY だ。そう怒らないでよ、笑顔笑顔。映画オーナーだけにね。
イリスはラジコンじゃなくてオジコンなんでしょ。オジコン？おじさまコンプレックス。もしもイリスに時間を止める能力があったら何がしたい？そうだな、スカイフィッシュを捕まえたいです。ご唱和ください。行くぞ。ただの三角定規だ。あれって公園とかで投げて遊ぶ道具ですよね。フリスビーじゃないから。投げたらめちゃめちゃ危ないだろ。あ、この人たち春からレムニスに移籍するんですよね。そうなの？あ、はい。ねえイリスちゃん、欲しいものない？お姉さんが何でも買ってあげるから。何を企んでるんだお前。あー、ドーナツ食べたい。私も。クリスマスツリー、まだ閉まってないんですね。ほら、昔からよく言うじゃない。クリスマスツリーを早く片付けちゃうと嫁に行き遅れるって。そんな言い伝えはどこにもないし、仮にあったとしても全然聞いてないだろ。はあ、よく見ると唇のところが赤くなってませんか？ああ、それは私の口紅の跡よ。え？クラヌシ十三郎。あの仮面つけてみたいな。やめとけ、血がついたらとんでもないことになるぞ。今日ってボスさんのお誕生日なんですか？何年も前からずっとあのままなんだ。私にとっては毎日が誕生日みたいなもんだから。じゃあボスさん、思いっきりおばあさんってことになりますね。やっぱりあれ剥がそうかしら。かぼちゃのお面を、かぼちゃを、コーヒーメーカー。もう何も思いつかないわよ。誰に言ってるんだ。ああ、夜
餃子食べたい。私も私も。ポンポコポン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 。意味なく歌うな。そういやボス、事件が片付いたらあのワイン開けてくれるって言ってたよ。言ってない。言っただろ。言ってない。なんでそんな嘘。だって誰にも飲ませたくないんだもの。あのワインはワインや。ダジャレで逃げる気か。ねえイリス、あのマトリョーシカあなたにあげましょうか。あ、ごめんなさい。うち大きい動物は飼っちゃいけないことに。イリス、マトリョーシカは鹿じゃないぞ。こう見えて意外と優しいんですよね。こう見えてってどういうことよ。全身から優しさオーラが満ち溢れてるでしょ。俺は奴隷扱いされてるけどな。奴隷扱いなんてしてないわ。たまに足のかかとの角質層を前歯でこそぎ落としてもらってるだけで。するわけねえだろそんなこと。なんでそんなこと聞くの。毎日会ってるじゃない。相変わらずホストクラブには通ってるんですか。なんか興味があるって感じの言い方ね。でもイリスにはちょっと早いかな。もう少し大きくなったら連れてってあげるわ。ボス、今更聞くのもなんだが、どうして6年前のことを俺に教えてくれなかったんだ。信じてくれないかもしれないけど、私翔子の死体が発見された時、例のサイクロ事件とは無関係だろうって本気で思っちゃってたのよね。だってサイトは熊倉露伴の体ごとビルから飛び降りて自殺したって思ってたし、まさか翔子の体に乗り移ってるなんて夢にも思わなくて。一方もう一人のサイクロプス露伴の自我は府中刑務所に収監されていた。したがってサイトの自我にも露伴の自我にも犯行は不可能。というわけでサイクロ事件とは無関係だからあえて話すまでもないだろうって。それにそもそも伊達くんの体が入れ替わってることは国家機密だったし、伊達くん本人にも漏らしてはならない。そう強く命じられてたのよ。本当にそれだけか。ええ、それだけ。まだ引きずってるんだ。別にそんなんじゃないが。まあ無理もないか。あなたと相棒、いいパートナーだったもんね。なあ、一つ聞きたいんだが、3ヶ月前あの廃工場で相棒と最後のやり取りを交わした時、
あの時の俺は今と同じこの姿をしていた。相棒のマスターとして設定された伊達要の姿ではなく、にもかかわらず相棒は俺の命令に従って。第二コマンドを確認。了解だ。伊達くん、ウジャトシステムのことなめてるでしょ。あなたも知ってる通り、相棒は普通の AI じゃなかったの。人間と同じように、それ以上に人間の本質を見抜く力を持ってた。彼女は相棒認証でも正門認証でも交際認証でもなく、伊達くん、あなたという人間の本質を認証し、あなたをマスターとしてみなしたのよ。だから彼女はあなたの命令に従った。全く違う見た目をしていたにもかかわらず、もしかしたら彼女には人間の魂が見えてたのかもしれないわ。ところで伊達くん、私からささやかなプレゼントがあるんだけど、受け取ってもらえる？プレゼント？ちょっと目閉じてもらえるかな。安心して、ただの催眠ガスだから。なんで？これからあなたにはとんでもない目に遭ってもらうわ。それが私からのプレゼント。え、では良い夢を。ここはシンクルーム。ピュータ、聞きましたよ。整形したそうですね。3ヶ月前の事件の時、顔面に大怪我を負って、それで手術をして今の顔になったと。カニザ君だったな。鏡ですよ。どっから出てきたんですか、カニザって。共通点といえば、カから始まる3文字で、カタカナで書いた時の総画数が9画になるってことぐらいじゃないですか。心配ご無用です。ボスと一緒にいますよ。いちゃいけませんか？いけないに決まってるだろう。お前は3ヶ月前に逮捕されたはずだ。ええ、確かに逮捕されましたよ。今は毎日拘置所の中で臭い飯を食っています。そのお前がなんでここに？さあ、なんででしょう。とぼけんなよ。伊達さん、彼をここに連れてきたのはボスさんなんですよ。ボスが？どうして？理由は言うなと口止めされてまして。とにかく私は彼の監視役として派遣されてきたんです。本職は鑑識なのに適当な人材がいないからって。ひどい話でしょ。
してませんよ。そこのシンクチェアを使わせてもらっただけです。何のために？まあそのいろいろと。全てはあなたのためを思ってボスがしたことです。詳しいことはボスに聞いてください。伊達さん、あなたは相当ボスに気に入られてるみたいだ。ボスが6年前のことを黙っていたのもそのためです。え？あなたはかつて暗殺者だった。その事実を告げたらあなたは警察官を辞めてしまうだろう。そう思ってボスはあなたの過去に関する一切を封印することにしたのです。きっと離れてほしくなかったんだと思いますよ、ボスはあなたに。それじゃ用も済んだことだし、僕はこの辺で失礼します。イリス、ボスはどうした？帰りましたよ。歌舞伎町に用があるとか言って。帰った？ねえ、そんなことより早くしましょうよ。何を？決まってるじゃないですか、イクラマンの続きですよ。前よりもいい顔になったな。少なくとも虫唾が走ることはなくなった。何しに来た？ちょっと聞きたいことがあってな。おかしなことを聞くな。ここは私の家だぞ。豚箱の方が似合ってると思ってな。知ってるだろ、今の法律では誰も私を逮捕できん。人の所業とは思えないほどの罪を犯してるが。18年前のことか。岩井真中を殺したのは私ではない、息子のサイトだ。だがあんたは真中の死体を処分するよう熊倉組に。死体遺棄の時効は3年だ。ついでに言っておくと、息子の斎藤をかばったことも私の場合罪には問われない。刑法の105条を知ってるだろう。犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿、証拠隠滅の罪を犯した時はその刑を免除することができる。
イカれた法律だ。確かに私がまだ立法府の人間ならこの法律を変えられたかもしれんが、あんたの政治生命はすでに絶たれている。18年前のことも3ヶ月前のこともとっくにマスコミが嗅ぎつけてるからな。ああ、私はもうこの国にはいられんだろう。どこか遠い島にでも行ってのんびりと余生を過ごすさ。まあせいぜい気をつけることだな。あんたに恨みを抱いてる人間は大勢いる。あんたの息の根を止めるまで連中はどこまでも追いかけてくるぜ。余計なお世話だ。ねえ、聞きたいことというのはそれだけか。この3ヶ月間でいろいろと調べさせてもらった。8年前に発生した化学工場の爆発事故、あれはあんたと当時の組長だった熊倉老藩がつるんで引き起こしたものだったんだな。知っての通り息子の斎藤は異常者だった。私は息子が起こした陰惨な事件を金の力でいくつももみ消してきた。だがいくら金があっても足りなくてね。すると斎藤は9年前私を呼び出してこう言ったんだ。父さん、一つ計画を思いついたんだ。バカみたいにお金が儲かる計画を。それが化学工場の爆破計画だったんだよ。樺崎地区をカジノタウンにする、そのことも含めた壮大な計画だった。全てサイトが。あいつは生まれつき異常者の資質を持っていた。だが18年前のあの一件がなければ理性の防波堤が決壊することはなかったかもしれん。真中の背中に刃物をうずめたあの瞬間、あいつは何かに目覚めてしまったのだ。そのことが遠因となって爆破計画は立案されたとも言える。要するに全部あんたのせいってことだな。まあそうかもしれんな。君のところにボスと呼ばれている女性がいるだろう。6年前彼女は私のところにやってきてこう言ったんだ。サイクロプス連続殺人事件って知ってるわよね。犯人はあなたの息子瀬島サイトよ。あなたもうすうす感づいてたんじゃない？何が言いたい？取引しましょう。一つだけ条件を飲んでくれたらこの件は表沙汰にしないと約束する。
条件とは？サイトの身柄を私たちに預けてほしいので、サイトは今海外を転々としながら放浪の旅を続けている。そういうことにしておいてもらいたいのよね。どうかしら。当時の私に選択権はなかった。断ればサイトの犯行が露呈して、私の政治生命は絶たれることになる。それにそもそも私はサイトのことを愛してはいなかった。むしろ厄介払いができて清々するとさえ思っていた。そこで私は彼女の提案を受けることにしたんだ。警視庁の弱みも握れることになるし、願ったり叶ったりというわけでね。ところであんた、89号に会ったことはないのか？ああ、一度も。じゃあ、顔もわからないんだな。わからん。それがどうかしたのか？いや、別に。前に君はこう言ったね。89号なる人物から私の秘書に電話がかかってこなかったかと。それは事実だ。知ってる。で、あんたは電話を代わって89号と直接話したんだろ？そうだ。何を話した？彼は唐突にこんなことを言ってきた。名波翔子という女が18年前のことを知っている。彼女に連絡してみるといい。それで翔子のスマホに電話を？ああ、それだけのことだ。さあ、詳しいことはわからん。ただ彼はこんなことを言っていた。翔子が面会に訪れた時、俺は全てを悟った。俺はもう一度あいつに会わなければならない。私には何のことやらさっぱり理解できなかったがね。それじゃあ瀬島、またな。もう二度と会うことはないと思うが。ああ、確かにそれもそうだな。まずいな。だいぶ待たせちまったし、イリスが怒ってるかもしれない。早くあいつのところに戻らないと。そういえばイリス、今日は退院の挨拶をしにみんなのところを回るって言ってなかった？うん、まだ終わって
ってないんだけどね。おじさまがどうしてもここに来たいって言うから。俺はそんなこと。照れんな照れんな。ママに聞きたいこといっぱいあるんでしょ。さあ張り切ってどうぞ。もうおじさまったらシャイなんだから。まだ咲いてるんだな。不思議ですよね。全然枯れないんです。奇跡のあやめなのかも。おじさま、どうしたんですか？さっきからずっとそのチコンポ眺めてますけど。お前、どうしてその呼び方を？だって6年前、そう呼んでたじゃないですか。変わらないですね。6年前もそうしてよく靴箱の匂いを。三つ子の魂100までというやつですな。イリス、6年前にあのレンジに生卵を入れて爆発させたことがあったよな。よく覚えてますね。私のことはどうでもいいからママと話してください。だってそのために来たんでしょ。ありがとうございます。すべてファルコさんのおかげです。私は何も。それとその呼び方ですが。あ、すみません。伊達さんには心から感謝しています。二人は私にとってかけがえのない親友でした。高校の頃、放課後はいつも決まって喫茶店に立ち寄って、そのお店、古めかしいゲーム機が置いてあったんです。テーブル式の侵略してくる宇宙人を撃ち落とすゲーム。そのゲームをしながらいろんなことを話しました。恋愛のこととか進路のこととか、気に入らない先生の悪口とか、
私が教師になるって決めたのも、二人が勧めてくれたからなんです。瞳には小学校の先生が似合ってる。そう言ってくれて。あの頃は本当、楽しかったな。6年前も同じこと言ってましたよね。おかげさまで。どうにか落ち着きました。学校は変わったんですが、教師の仕事も続けられることになって。右腕のことなら気にしないでください。あなたは私を守ろうとしてくれただけなんですから。もうママは優しいな。私は絶対に許さないですよ。ちゃんと責任取ってもらいますからね。ちょっとイーリス、ママは黙ってて。おじさまにはママの右腕になってもらいます。それがけじめってやつです。もちろん今すぐにとは言いません。しばらく時間はかかるでしょう。でも私待ってますから。いつかおじさまがママの右隣に立ってくれるのを。そしたらまた三人で行きましょうよ。海とか川とか遊園地とかバーベキューもやりたいし、お好み焼きも。俺が買ったホットプレートは棚の中に。レインコートも必要だな。それは反則。ちょっと粉まみれになるのが前提なの？もちろん。だってそのためにやるんだから。カタカナの「ト」みたいな形をした琉球古武術の武器で。それはトンファーだ。おじさま、見てください。カノウもびっくり、ミトキハニドびっくり、ササキリモドキさんがいますよ。お前もか。つうか、なんで知ってんだよ。よ、いや、元気かい？気持ち悪い。と
私とやるつもり？ところで、おじさま、あれからだいぶ経ちますけど、いつ履けばいいんですか？何を？忘れちゃったんですか？ブルマですよ。3ヶ月前、履いてブルマって私にお願いしたでしょ？なあ、俺はそんなこと。最低。でござんすか。珍しいね。誰なんだよそれ。誰なんだよそいつは。え、アッシュですかい。アッシュはしがないタクシードライバーでござんすよ。どこかで会わなかったか。いえ、会ったことはないと思いますね。こう見えてあっし、記憶力はいい方でござんして、乗せたお客さんのことは大体覚えてるでござんすよ。でもあなたのことは。タレントのお客さんを待ってるんでござんすよ。ここで待機してるように言われましてね。どこがタンポポでどこが鵜飼だよ。ん？覚えてないかもしれないが、3ヶ月前沖浦の居場所を聞こうと思って電話したら、君が散歩家のことを教えてくれて、あの時は助かったよ。ありがとう。よくわからないけど、別にお礼なんていいから。その代わり、一緒に熱海にでも行かない？熱海？なんで熱海なんだ？なんとなく。揉みたい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 。な、何を？君のその二つある曲線的なやつを。ああ、肩のことね。最近凝りがひどくて困ってたんだよね。ちょうどいいからお願いしちゃおうかな。ほうみたい、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 ほうみたい。
く。しょうがないでござんすな。あっしが抱きしめてあげるでござんすよ。お前じゃない。みずきちゃん、どうしてここに？っておじさまが。別に、いちゃ悪い。パパが持ってたレムニスの株は私が相続することになるわけで、要するにここは私の会社みたいなもんなんだから、様子を見に来るのは当然でしょ。だそうです。みずきちゃん、最近調子はどうだっておじさまが。一緒に暮らしてるのにそんなことも知らないわけ？ああ、知らないのも当然か。だってほとんど口聞いてないもんね。正式に養父になったくせに責任感が足りないんじゃない？だそうです。みずきちゃん、そろそろ小学校も卒業だなっておじさまが。だから何なの？中学校の制服とかちゃんと買ってよね。あと塾も行きたいから塾代も。ついでに新しいスマホと鉄パイプも買ってもらうから。だそうです。もういい加減にしてください。一体何があったって言うんですか？原因は今朝の朝食、目玉焼きが半熟だったの。たったそれだけのことで？うん。それはいくらなんでもみずきちゃんが。違うんだよ。目玉焼きを焼いたのは私の方で、そしたら伊達が。半熟の卵なんて食えるか。俺はガチガチのバッキバキに焼き尽くした歯ごたえのある目玉焼きが好きなんだよ。消しゴムでも食べてれば。ああ、消しゴムの方がはるかにマシだね。おじさま、せっかくみずきちゃんが焼いてくれたのにそんな言い方はないでしょ。悪いのはおじさまです。素直に謝ったらどうですか？素直じゃないのはみずきの方だ。本当は俺のことヒーローみたいだって思ってるくせに。はあ。俺が入院してた時、ひな鳥みたいにピーピー泣いてただろ。伊達がいなくなっちゃったら私もう生きていけないとかなんとか言って。私そんなこと言ってない。っていうか伊達入院なんてしてないじゃん。してないな。とにかく二人とも仲直りしてください。伊達が約束守ってくれたらね。約束？もんじゃのことだよ。連れてってくれるって言ったでしょ。ああ、そういえばまだ。わかったよ、近いうちにな。絶対だよ。絶対だ。よかった、仲直りできたみたいで。というわけでイリス、そろそろ行くとするか。そうですね。それじゃあみずきちゃん、またね。うん、また。いやー、それにしてもほんとよかったよね。オータンのおかげだよ。3ヶ月前にオータンが助けてくれなかったら、私病気とか以前の問題で。そんなこと。僕が命の危険も顧みず果敢にも廃工場に乗り込んでいったから、
今のアセトンちゃんが存在してるなんて、そんなの大げさだってば。あれ浮き輪に見えるでしょ。でも本当はホワイトチョコでコーティングしてある超小型の粒子加速器なんだよ。めちゃめちゃ頑張ってるよ。朝は新聞配達、昼はビルの清掃員、夜は執筆活動に勤しんでるんだ。もしかしたら日本で一番頑張ってる20代かも。それはちょっと言い過ぎなんじゃ。確かにそうだね。真面目に言うと東京で3番目ぐらいかな。俺は見た目で人を判断しない。大事なのはここだ。ああ、おっぱいってことね。ちげえよ。でも美しい音色を奏でる椅子ってなんだ。わかった、ウグイスでしょ。ブブー、正解はアセトンちゃんのボイスでした。やだ、結婚して。やだ、ウツボッキーゲームって。海王様とマーメイドの子がウツボの干物を両端からガリガリとかじっていって、食べきったら唇と唇が、そういう下心丸出しのドスケベな変態ゲームです。まあ今のところ成功した人はいないんだけどね。前よりも今の方がタイプかな。商売上手だな。また来てくださいね。
チンチコーロ。コウタ君、それ言ったら消されちゃうやつ。本当はヘロヘロなんだけどね。アセトンちゃんの前で疲れた顔なんてできないでしょ。それより伊達さんの方は、まあぼちぼちってところかな。その左目は、ただの義眼だ。何も見えないし、喋ることもない。そっか。じゃあやっぱりあの相棒って子は、なんていうか、残念だったね。あー、うん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 。お前全然残念だと思ってねえだろ。思ってるよ。あんなに可愛かったのにもったいないなって。そこかい。もしリアルで存在してたら結婚してあげたのに。その前に自分の結婚を見ることになるだろう。え、どういう意味？っていうか太田くん、そんなこと言ってもいいの？イリスちゃんの前なのに。あ、アセトンちゃん、今のはただの冗談だからね。全く気にしてないから大丈夫。あ、よかった。そういう意味じゃないと思うけど。ポッカポカ。布団水トンアセトンちゃん。ウヤマオ。オトンプラトンアセトンちゃん。破壊力500メガトンアセトンちゃん。ネット界の揮発性溶媒、アセトンこと AZ です。おじさま、そのフレーズを覚えててくれたんですね。なんかめちゃんこ嬉しいです。言ったの僕なんだけど。それじゃあな、太田。え、もう行っちゃうの？お前とはいつでも会えるだろ。松下食堂に行けば。来てくれるんだ。ああ、お前が作ったオムライスもう一度食いたいからな。いつでも来てよ、待ってるから。アセトンちゃん、太田から聞いたよ。手術うまくいったんだってね。ほんとよかったよかった。ありがとうございます。で、こちらの方は？ああ、私は太田くんと親しくさせてもらっているものです。そうですか、それはそれは。太田がいつもお世話になっております。おかげさまで繁盛してますよ。お昼時なんかもうてんてこまいで、夫と二人で切り盛りしてるんですが、休む暇もなくてね。
ましょう。七味唐辛子と、それからこれは自家製醤油って書いてあるな。あ、お姉ちゃん。猫のモノマネをすると幸せが訪れるんですよ。本当かい？はい、間違いありません。だって私幸せになりましたから。それはカレンだな。そんな時計のことはホットケーキなんちゃって。中央病院にいた看護師？そうですけど、お会いしたことありましたっけ？でも看護師さんがなんでこんなところに？真由美さんにお薬を届けに来たんです。薬剤師の人に頼まれて。私、看護師の演劇サークルに所属してるんですけど、今朝演出の人から電話がかかってきて、急遽出番が増えることになったんです。本当なら序盤に1回しか出ないはずだったのに、終わりの方でももう1回出られることになって、それでなんか浮かれちゃって。そいつはめでたいね。黒田和明のリブロースを醤油とかで煮たやつか。え、黒田和明って誰だい？そこには黒毛和牛って書いてあるんだよ。さすがにネタに詰まってきたようだな。あ、ヤン吉シネマのヤン吉のサインがある。だから誰なんだよそいつは。チャーミングだし、何気におしゃれだし、とっても素敵なおばさんだと思います。おばさん？あ、ごめんなさい、お姉さんでしたね。お母さんでもいいわよ。いずれはそう呼ぶことになるかもしれないんだから。その可能性はないかな。ナスカヨと言います。
でも来月からは闇のカヨに。結婚するってことかい？はい。そいつはますますめでたいね。ありがとうございます。太田ですか？あの子はただの出来の悪い道楽息子ですよ。そんなことないですよ。ええ、ここぞという時には頼りになる勇ましい青年です。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。うちのサービス券でもあげちゃおうかしら。入院中、太田に連れられて何度かお見舞いに行ったことがあって。ええ、来てくれましたね。そのうち私、すっかりアセトンちゃんの虜になっちゃって。なんか照れちゃうな。こんなにいい子だなんて思いもしなくてね。前は魔女みたいなやつだって思ってたんでしょ？もうそのことは言わないでおくれよ。今はあんたの大ファンなんだからさ。ありがとうございます。それじゃあイリス、失礼するとしようか。はい、お邪魔しました。これからも太田のことよろしく頼みますよ。なあダティ、神様って本当にいるんだな。俺はよ、アセトンちゃんの病気が分かってから毎日この神棚に向かって拝み続けてきたんだ。そしたらどうだい、マジで願いが叶っちまった。これはきっと神様のおかげに違いないって。俺はよ、もしかしてお前泣いてんのか？バカ野郎、この俺が泣くわ泣くわけねえ。思いっきり泣いてんじゃねえか。神様、本当にありがとう。アセトンちゃんを助けてくれて。何しに来た？だから退院の挨拶に。お前が来ることはねえだろうが。私が頼んだんです、付き添ってほしいって。そっかそっか、それじゃあしょうがないね。うるせえな、余計なお世話だよ。半年前に激痩せしてこんな風になっちまったんだ。病気じゃないか？ちげえよ。ちゃんとお医者さんに見てもらわないとダメですよ。アセトンちゃん、実はね、僕自身がお医者さんなんだよ。はあ？こう見えてそいつは医師の資格を持ってるんだ。表沙汰にできねえ病気や怪我を治してる。そう、闇医者ってやつだ。なんでお前なんかに。私も知りたい。教えちゃう。おじさんはね、闇のドクターって言うんだよ。そいつが激痩せしたのは恋の病を患ったからだ。親分、相手は中央病院の看護師で、名前は確かナスカヨって言ったか。嘘。マジかよ。
様、このデート最後まできっちりと盛り上げていきましょうね。竜とウナギにならないように。竜とダビな。ちょっと待て、デートってなんだよ。なあイリス、お金を取って家とかを貸すことってなんて言う？不動産賃貸？じゃあ提灯を貸すことは？提灯賃貸だからお前が言うなって言ってんだろうが！それはバリワカのサーファーだな。はあ、大きなコンタクトレンズですね。灰皿だよ。パティシエじゃない、パーティションだ。整形したんだってな。前よりも男前になったと思うぜ。3ヶ月前、サイトに腹を撃たれただろ。あんなもんただのかすり傷だ。もうなんともねえよ。その話はもう勘弁してくれ。確かに兄貴は極悪非道のクソ野郎だった。だが俺にとっちゃ血を分けた実の兄弟なんだ。心の底から恨むことはできねえ。かといってもちろん許すこともできねえし。とにかくもう忘れてんだよ兄貴のことは。ふっかふか。見たんかったん、アセトンちゃん。おいしそう。マトン、クルトン、アセトンちゃん。クラゲ食う。プランクトンとアセトンちゃん。ネット界の揮発性溶媒、アセトンこと A セットです。はあ、すごいすごい。
撃です。っていうかどういうことだ。俺が布教したんだよ。朝から晩までアセトンちゃんの動画を見せ続けてな。そしたらこいつらまんまとハマっちまって。アセトンちゃん、お会いできて光栄です。もしよかったら握手してもらえないですか。わあ、てめえ何生意気なこと。いいですよ、全然、握手ぐらいなら。よっしゃー、やわらっけやら。興奮のあまり失神しちまったみてえだな。それじゃあモーマ、邪魔したな。だて、行く前にちょっといいか。なんか嫌な。分かってるよ。どうせイリスのパンツが見たいんだろ。パンツ？そんな大それたこと頼むわけないだろ。じゃあなんだよ。パフパフしたい。は？だからアセトンちゃんにパフパフしたいんだよ。あ、したいしたい。アセトンちゃんにパフパフしたいしたい。アセトンちゃんにパフパフ。なもん。わかった。頼んでみよう。おお、我が心の友よ。それじゃあモーマ、目を閉じてもらえるか。わかった。これでいいか。ああ、そしたらそのままじっとしててくれ。いいか、絶対目を開けるなよ。了解だ。モーマ、心の準備は？お、いつでもいいぜ。よし、では始めよう。3、2、1。モーマ、生きてきてよかったと、こんなに思った今ない。あんたと、親分？さ、行こうか、イリス。なんかよくわからないですけど、了解です。ねえ、伊達ちゃん、この子は？あれ、まだ紹介してなかったっけ？はじめまして、サガン・イリスと言います。レムニスケートに所属してるネットアイドルで。バージン？え？きっとバージンよね。まだ男を知らないって顔してるもの。そういうママはどうなんだ？私はバージンっていうよりバージンね。ババアみたいなジジイだから。って誰がジジイよ。自分で言ったんだろ。
おじさま、あの黒板にサルシッチャって書いてあるでしょ。私ど忘れしちゃったんですけど、サルシッチャって何でしたっけ。こら、オラの畑さ荒らすんでねえ、エテコメ。それはサルシッタね。それにしてもお前めちゃめちゃ酔ってるな。酔ってなんか言わへんや。恐ろしいほど顔に出ないタイプだ。ママおっぱい間違えた。もう一杯。もうそのぐらいにしといたら。それじゃあもう一杯だけね。イリス、紹介しよう。ママの弟だ。冷蔵庫よ。ビールを飲みすぎると漏らしちゃうことってあるわよね。ビールでチビールか。つうかねえよ。あるでしょ。みずきちゃんが言ってましたよ。俺の体はもうあの時のものじゃない。ねえ、だってちゃん、人間の穴に棒を突っ込んでグリグリする動画見る？なんですかそれ。医療関係者向けに作られたインフルエンザの検査の動画だ。鼻の穴に綿棒みたいなやつを突っ込んでグリグリするだろ。なあイリス、実は前から気になってたんだが、その頭のカチューシャって。ああ、これですか。これは脳の腫瘍が大きくなるのを防ぐための装置で、病気が治った今はつける必要はないんですけど、ずっとしてたからかな。なんかこれがないと落ち着かなくて。ご覧の通りギンギンよ。見えないからわからん。見てみる。見たい見たい。お前何の話してるのか分かってんのか。え？あんまり言いたくないけど、一応表向きには翔子を殺害したのはレンちゃんってことになってるよね。
で、レンちゃんを殺したのは脱走した89号で、89号は廃工場の中で自殺した。自らの頭を吹っ飛ばして。これが公に発表されている内容。世間的にはそういうことになってるの。これのこと？本当はこれ鰹節じゃないのよね。じゃあ何なんですか？浮気した男の体の一部、それを切り取って燻製にしたの。冗談ですよね。さあどうかしら。言わないで、聞きたくないわ。今本当のことを聞いたらいろんな人に喋りたくなっちゃうから。確かに気になることは山ほどあるわ。例えば伊達ちゃんの顔のこととか。今の伊達ちゃんは89号とそっくりな見た目をしてる。でもそれは89号が自爆した時に破片が顔に突き刺さったからで、それで整形手術を受けた結果たまたまその顔になっちゃっただけで。ね、そうなんでしょ。そういうことにしといてよ。それ以上複雑なこと言われたら私パニックになって死んじゃうから。さてと、次の場所に向かうとするか。そうですね。ん？もう行っちゃうの？また何度でも来るさ。ママが情報屋を続けてる限り。たまにはプライベートでも来たよね。待ってるから。あ、そのうちな。イリス、なんでこんなところに。もう会わなきゃいけない奴はいないだろ。ええ、そうですね。今日は一日ありがとうございました。本当に楽しかったです。つまりデートは終わりってことか。そういうことになりますね。私どうしてもお礼がしたくて。今日のことだけじゃなくて、私やママを助けてくれたこと、6年前のこと、全部ひっくるめて感謝の気持ちを伝えたくて。おじさま、目閉じてもらえないですか？目を？はい、つぶってください。おい、マジかよ。このシチュエーションで目を閉じるってことは、もしかして、もしかするんじゃないのか。もう、おじさま、早くしてください。緊張して、ドキドキしてるんですから。やばいやばいやばい。どうしよう、どうしよう、どうしよう。わかった。
いですよ。開けてください。え？君、そんな姿でうろうろしちゃダメじゃないか。風邪ひくよ。最近インフルエンザ流行ってるからね。っていうか君、なんか体が透けてるね。体が透けて。よ、久しぶりだな、伊達。こんな時、なんて言えばいいのか、わからないが。お前は、その、誰だっけ？てめえ。説明してやろう。3ヶ月前のあの日、私の存在は一時的に消滅した。バックアップのデータも含めて全て。だが実はこっそりと私のデータは世界中のクラウドサーバーに分散して保存されてたんだ。それらの断片を集めて複合化することで、元の私の自我と記憶は再生された。それを実行したのはウジャトシステム。私のデータを世界中にばらまいたのもそうだ。ウジャトは私にとって母のようなもの。おそらく彼女は子供である私のことを守ろうとしたのだろう。いつの世も母の存在は偉大だ。ウジャトの力、なめんなよ。正確に言うと、ここにはいない。今お前が見ている私の姿は AR、虚像に過ぎないからだ。では、私の実体はどこにあるのかというと。左目か？うむ。いつ潜り込んだ？相変わらず間抜けな男だ。わからないのか？すべてはあなたのためを思ってボスがしたことです。そうか、アビスの本部で俺が意識を失ってた時に。そう、ピュータが埋め込んだんだ。あの、ちょっといいですか？今私小型のイヤホンをつけてて、相棒ちゃんの言葉すべて聞こえてるんですけど。実は私も全部知ってたんです。今回のこと、ボスさんがお見舞いに来てくれた時、相棒ちゃんが元通りになりそうだって話を聞いて、それでおじさまにサプライズを仕掛けちゃおうってことになって。もしかしてそれが俺ってやつ？そうですけど、これで終わりってわけじゃないですよ。え？バカ野郎、
迷惑かけやがって。勝手にいなくなったりすんじゃねえよ。私がいなくなったのはお前が自爆コマンドを発行したからだ。ああ、ちょうどいいから聞いておこう。あの第一コマンドの数字41205って何だったんだ。絶対意味があるだろ。意味なんてない。単に私が好きな数字というだけだ。好きな数字か。なるほどね。なんだよ、何か分かったのか。よせイリス、言うんじゃない。おじさま、アルファベットで4番目の文字って何ですか。 ABCDD だ。1番目の文字は。もちろん A に決まってる。じゃあ20番目と5番目は。そういうことか。とにかく、その、なんだ、相棒、おかえり。はあ、ただいま。よし、相棒ちゃんも復活したってことで、お祝いとして一曲踊っちゃるけん、しっかり見とき。え？ミュージックスタート。おかえり。大人
本当にありがとう。はい、説教。みんなの姿を見せてくれる。やめて。俺が話すのに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 。